はい、こんにちは。今回はね、こちらでございます。トヨタのハイラックスサーフでございますね。こちらの車をね、まあ、ご紹介していきたいかなと思います。ハイラックスサーフ、これもね、今なかなかね、ないんですけども、これちょっと紛らわしいんですね。トミカでは非常に紛らわしいんですが、これ2代目になるんですね。ハイラックスサーフっていうのはね、初めてにこのね、3代目っていうのなんですけど、3代目とこれがね、非常に紛らわしいんですね。で、これはハイラックスサーフの2代目でして、平成元年1989年の5月に発売された2代目トヨタハイラックスサーフは、三菱パジロや日産テラナなどともに日本の 4W ブームを盛り上げたミドルクラスの SUV だと。で、車両型式から130系サーフと、まあ、呼ばれているということなんですね。ちょっとカメラを出します。はい。で、当時の日本で成長しつつあった SUV 市場に導入された、2代目ハイラックスサーフは、初代同様にハイラックスをベースとしつつ、印象的だった FRP 制動力のカバートップをやめ、必修性一体両方を採用。プレスドアの採用やボディ各部のフラッシュサーフィス化などにより、スポーティーかつ快適な SUV として生まれ変わった。で、ボディタイプはワゴン、バンともにフォーダーモデルを設定。エンジンルームを全てキャビンを最大したほか、カップホルダー、ワゴンのリクライニングシートを標準設備など、各部に乗用車感覚を取り入れ、ピックアップトラックをベースしながら、乗用ワゴン的な性格を強めたことにより、ベビーゼティーボーデムでイメージだった初代に対し、2代目は都会的な RV というイメージに仕上がっていた。で、発売当初、ガソリン車が直列4気筒の 2000cc だったハイラックスサーフに対し、パジェロもテラノもすでに V 型6気筒 3000cc エンジンを搭載していたことから、トヨタ自動車は本モデルの発売の翌年に V 型6気筒 3000cc ガソリン車を追加設定して対抗。で、発売当初は1700台だった月間販売目標は、この時点で4500台と引き上げられている。で、販売台数が多かったのは実用的なフォーダーモデルだが、アメリカ人たちにサーフらしいスタイルと言われたジュニアツーダーモデルは人気にあったテラノのツーダーモデルのライバル車となった。で、ライバル車に肩を並べた2代目ハイラックスサーフは、当時のいわゆる RV ブームに乗って人気が高まり、国産 SUV の代表的車種として不動の地位を築くとともに、歴代モデルの中で最高の販売台数を記録。ピックアップをベースとしていたことから、耐久性も高く、平成7年1995年12月モデルチェンジした後も中古車市場で高い人気を誇ったんですね。で、これが、まあ、車両型式たくさんあるんですが、 XKN130W、JLN130G、LN130V、YZN1130G 他にもあると。で、これは平成元年の5月から平成7年の12月まで、ありまして、販売されまして、で、生産台数がこれ多いんですね。308,549台。まあ、先ほどのパジェロと比べるとそれほどの多い台数ではないんですが、まあ、結構それでも売れてる車でございました。で、これの安い価格となりましてもですね、これですかね、SSR 221万円なんでございました。で、高いものでもですね、まあ、SSRG ワイドボディ、これが、319万7千円と、なっています。まあ、パジェロと比べると、まあ、若干こちらの方が少しお休みでは お安く買える車かなと思いましたね。まあ、当時 SUV ブームでしたね、あの90年代の、時代っていうのはね。で、この時にはまだ、まあ、90年代ですから、まあ、バブルがちょっともう弾けてはいるんですけども、ただバブルが弾けたからといって一気に景気が悪くなったって勘違いする人いるかもしれないんですけど、あのバブルが弾けたからといって一気に景気が悪くなったのではなくて、まあ、徐々に徐々にこう悪くなっていったんですね。で、景気が悪くなってからもう20年が経って、もういい加減ね、こんな景気の悪い時代いい加減にしてくれやってなってしまいますけども、まあ、それだけやっぱりその、なんていうんですかね、もうそれだけある意味、まあ、リーマンショックからね、ガガーンとものすごい急激的に落ちてきちゃって、で、2000年代に入ってから急激的になっちゃいましたね。だから、まあ、そのまでの間は、まだこの時代はバブルのが、の、まあ、崩壊へと、バブル崩壊へと向かいつつあるんだけど、ただまあ、ものすごく稼いだっていうのがバブルであって、そのバブル前は、まあ、
稼げてたんですね、みんなね。だから、そうですね、例えば家庭の主婦でも、もう例えばすごい、副業とかで、まあ、稼げていたっていう、そういう時代だったんですね。ですから、まあ結構儲けられてた時代だったんで、まあそういうふうにね、いい時代であったんですね。でこれトミカでなんで紛らわしいかっていうと、これがですね、まあ2代目、あ2代目じゃない、この3代目が出てくるとですね、色が全くこれと同じなんですよ。で色が全くこれと同じで、当時安室奈美恵がね、20代ぐらいの時かなんかにね、宣伝してたんですよ。ですからもうその宣伝してたそのハイラックスアークがまさに色がこれと同じ色でやつだったんで紛らわしいんですね。でちょうどその時代ぐらいの時かなんかに、今でも覚えてるんですが、このハイラックスアークが新車で出てたんですよ。でですからまあ非常にね、まあ、ややこしいというか紛らわしい部分があって、でしかも、まあ、パッと見た感じでは2代目と3代目が違いがあんまり変わらないように見えてしまうんですね。ですから、まあ、そこがより一層こう見分けがつきにくいというね、まあ、そういうことを生んでしまったんですが、まあこれは3代目ではなくて2代目の、ハイラックスサーフという形になりますね。で初代のやつは、まあ、商用車が設定されて全部商用車だったんだけど、まあ、この2代目から商用車と、まあ、自家用車が、まあ、入ってきたってことなんですね。ただまあ乗ってる人の話からよると、まあ、このハイラックスサーフってのは乗り心地は、長時間で乗るには決していいというものではなかったみたいですね。何しろこの時代のシステムなんかもそうだけど、このシートがザラザラしてるんですね。だシートがザラザラしてるもんですから、それで 長時間ね、2時間とか3時間とかずっと座りっぱなしだと、まあ、そっちの方からこう痛くなってくるんですね。で背中の方までこう結構腰が痛くなっちゃったりとか したもんですから、まああんまりこの時代の車はそういう長時間というものとしてはちょっと苦手な部分があったかなというところなんですが、まあ、デザインは非常にね、いいデザインの車でございましたね。確かこの2代目はね、学校の同級生かなんかこれ乗ってる人いましたね。その親がこれ乗ってやってきていつも迎えに来るもんだからね、もうすぐバレるわけですよ。あ、誰々うちに一台車、何なの車乗ってるとかね。でそんでしかもほら当時ハイラックスアークって人気絶頂の頃だったから、 SUV が人気があったからさ、あれかっこいいよなみたいな感じで、あんたんちのさ、その人お母さんが乗ってたのかな、あんたんちのお母さんユグロ乗ってるよなみたいな、そんなのでこうその子にこう言っていた、まあ、そんな時代がありましたね。まあ、私はちょっとね、友達の付き合いが下手だったんで、直接はこう、なんていうのかな、友達になりたかったけど、うまくできなかったけど、まあ、他の子たちのそういう会話なんかをね、こう思い出してきましたけどね。まあ、そういう時代がありましたね。で、なかなか、この色がいい感じのね、色でね、紛らわしいんだけど、まあ、色の感じが良くて。で、当時、このハイラックスサーフと、このパジロ、これの2代目のパジロとこのハイラックスアークがちょうどね、世代が入れ替わったんですよ、どっちも。でそれでもう人気を二分しててね、パジロがいいのかハイラックスアークがいいのかどっちにしなさいってわけじゃないけど、パジロがいいかハイラックスアークにするかって悩んでたんですね。ただ当時ホンダはね、まだこの時代の時はまだホンダはまだ独自性の車はなかったんですよ。あとはイスズのビッグホーンとかね、そういうのがありましたけど、まあ後にまあその時同時にホンダはその四駆を作る技術がまだあんまなかったから、ジャズとかホライゾンという名前でイスズの車をベースにした OEL 提供してたんですよ。で後にこれが次の3代目、ハイラックスアークが3代目になる1995年ぐらい、その時代になってくると、ホンダが四駆のね、車を CRV か、あれを出してくるんですよ。だから CRV を出してくる前だったので、まあ当時はイスズ、トヨタ、三菱、まあこれの5三家ですかね、が主に、四駆でどっちを買うかなんてね、話題になっていた、まあそんな時代でございます。
で、まあ、こういうふうにね、こう開けると、なかなか、この室内のね、感じもなかなかいい感じにこれ仕上がっておりまして、なかなか良かったなっていう感じでございましたね。というわけで、どうもありがとうございました。